4冠を獲得した藤井聡太竜王、19、王位。明王。棋聖が6月の王位戦のおやつに選んだひよこ形スイーツ、ぴよりんの将棋の日バージョン、1個500円が15日に発売され、開始から約30分で約60個が完売した。ぴよりんはプリンをババロアで包み、スポンジ生地をまぶした製菓子。藤井聡太竜王が、6月29日に地元愛知県の名古屋市で開催された王位戦第1局でぴよりんをモチーフにしたぴよりんアイスを食べて話題となった。ぴよりんは翌30日から倍以上の売れ行きとなり、3日後には6倍近い売り上げを記録した。将棋の日バージョンは明日17日の将棋の日にちなんで企画されたもので、ぴよりんの前に将棋の駒型のチョコレートを配置。駒には王将など8パターンがある。ババロアの味は将棋と同じインド発祥の紅茶、チャイ。この日、名古屋駅にある JR 東海フードサービスの2店舗には販売開始前から多くの客が並び行列を作った。同社によると、今回の企画は、将棋好きの社員のアイデアで昨年から構想に上がっていた。その後、藤井聡太効果でぴよりんの知名度がアップ。発売が4冠達成のタイミングと重なる幸運にも恵まれた。担当者は、図らずも4冠のお祝いのようになり嬉しい。でも、藤井聡太さんはいつも勝っているから、いつ発売しても何かしらのタイミングにあったかもしれませんねと声を弾ませた。全国から通販やお取り寄せの問い合わせも相次いでいるが、柔らかいため不可能、同社で大量生産もできず、名古屋駅でしか手に入らない。担当者は藤井聡太さんにも送りたいけれど難しい。名古屋駅を通るときにぜひ食べていただけたらと話した。将棋の日バージョンは1人にピオまで同社。今月25日までの販売となる。藤井聡太4冠が対局中に食べて話題になった主なスイーツ、コロコロしばちゃん、9月13日午前。明王戦。第5局柴犬を模したカップケーキ。1つ410円、税込み。明王戦を主催する、藤家のもので。対局後は、同社のほぼ全店で、売り切れが続いた。紫芋モンブラン、10月8日、午前。竜王戦、第1局1日目ハロウィーンのモンスターを、イメージ。東京。渋谷のセルリアンタワー東急ホテル内、ペストリーショップで、10月末までの期間限定商品で、すでに販売終了。S サイズが税別680円。熊最中、10月22日午前。竜王戦、第2局1日目京都の和菓子店、糸たちの銘菓。藤井聡太が食べた翌日は、開店前から行列ができ、500個が約4時間で完売。1つ300円、税込み。